放射能は怖くない、そう教えられていました。第二次大戦後、アメリカは爆心地の近くで人間はどこまで戦えるのか人体実験していたのです。その数25万とも言われるアトミックソルジャー、アメリカ政府が責任を認め兵士たちに賠償するまで40年かかりました。またチェルノブイリ原発事故で多発した子どもたちの甲状腺がんが放射能が原因だと認められるまで20年の歳月がかかりました。5年前に起きた東電福島第一原発事故、100ミリシーベルト以下の低線量被曝を受けた作業員たちも病魔に襲われています。一番悪くなったのはそうですね、腎臓、心臓、臓ってつくものに対しては全部結局あの作業は結局その意味ある結局被曝なのかと、ね、甲状腺と胃と胃カメラと大腸検査と胃は全摘になっちゃったんですよね。あれだけ悲惨なところへ命がけて行ったのに、どこの行政を知らないみたいな。検査したら急性骨髄性白血病中のその時に診断が出たんですよ。骨髄の中の 70% 以上はもうがん細胞が溢れている、でこのまま放置したら確実にも死にますって言われたんですよ。原因は被曝によるものという訴えが聞き届けられるまでにこの先どれほどの歳月がかかるのでしょうか。原発で働く放射線業務従事者の数はおよそ7万人。こうした作業員の皆さんがいなければ日本の原発は動きません。ご紹介した3人は原発での作業による被曝によって体が蝕まれたと訴えています。ところで福島第一原発事故以来よく聞かれるようになったベクレル、このベクレルという単位には一体どんな意味があるんでしょうか。1ベクレルは1秒間に1本の放射線を出す放射能の単位です。放射線は音もなく匂いもなく目にも見えません。しかし霧に満たされた箱、霧箱を使うと放射線の軌跡を見ることができます。目に見える放射線の姿は、例えば食品の上限である1キログラムあたり99ベクレルの食べ物を1キロ食べると、私の体を1秒間に99本の放射線が貫きます。放射線は1分間におよそ6000本、1日で855万本、体内に取り込まれたセシウムの生物学的半減期は大人でおよそ70日、その間にガンマ線が細胞や DNA に傷をつけます。またアルファ線やベータ線は内部被曝でより強烈な影響を与えるのです。福島第一原発事故では90万テラベクレルという気の遠くなるような量の放射能が環境中に放出されました。知野博士によると放射能は広く東日本を覆いました。この画面はですね、はい、東日本、はい、でまず3月12日から本格的な放出が始まったんですが、はい、まず12日の午後に北東方向に流れてですね、陸側におよそ3割、7割が海側に流れました。14日夜に南へと向きを変え、関東に到達したプルームは一転北上、福島中通りを縦断し汚染します。その後20日未明に南に流れたプルームは再び関東へ、そこから大きく2周して関東を襲います。折からの雨によって千葉県北部などにホットスポットができたのです。注目すべきが3月15日に東京を襲った放射性プルーム。
京台東区で採取した空気中の塵を独自に分析していたのは京都大学原子炉実験所の小出博明さんです。私は長い間環境中の放射性物質というものを測ってきましたし、チェルノブイリ原子力発電所の事故の時も原子炉実験場で測定をしたことがありました。8000キロ離れたチェルノブイリから高濃度の放射性物質が飛んできて驚いたのですけれども、それに比べてもはるかに高い濃度の放射性物質が東京の台東区で検出されたということで、測定したこれまでの経験からすれば猛烈に高かったんです。私自身は当時計算を間違えていて、はい、約50倍ほど過大評価していたのです、はい。これは今東京都の方はここに載ってるものの20倍ぐらいになってるわけで、むしろまあこれに近いぐらいの数字、うん、むしろこれよりもう少し高い数字を出していたわけで、はいはい、私は本当にびっくりして、こんな中で人々が生きていたんだというふうに思いました。一方、小出氏の計測した台東区蔵前から西へおよそ20キロ世田谷区にある駒沢オリンピック公園近くでもう一つの観測が行われていました。あの日、駒沢周辺で放射能を測定していたのは東京都立産業技術研究センターです。ガラス繊維のフィルターを集塵機に取り付け、空気を吸い込み、塵を集め、測定器で測ります。J314 では、放射性物質は全然検査されなくて、いわゆる平常状態だったんですけれども、15日になってから、値が上がり始めたということが分かりましたので、急遽1時間間隔の測定に変えたりというような形で測定を体制を取っていくようにしました。こういった事故みたいな場合、ですと大体出てくる核子がまず決まってるんですね。ヨウ素131、132、セシウム134、137となります。普段検出されない核種が出ているっていうところが、まあ、やはりその福島原発由来であろうということは、それはもう間違いがないんです。例えばセシウム134は原発事故でしか出ない核種です。他にも聞き慣れない放射性物質が、テルル、テクネチウム、銀の放射性同位体、吸入摂取量とは肺に入った放射能の量のこと。ピークだった午前10時に合計1100ベクレル。屋外にいた人は1時間に1100ベクレルを吸い込んだということになります。そのヒプルームが最も南に下がった時、私たちはどれくらいの放射能を吸い込んだのか。高いところであれば、空気中に漂っていた放射性物質を吸い込んだだけで、管理区域の基準をはるかに超えたということになっていたはずだと思います。ごくごく普通の東京、そしてそこに住んでいる人々が、普段ではありえないような被曝をしたということだったと。問題は、ヨウ素というのは実はガラス繊維のフィルターにつかずにそれを通り抜けてしまう成分というのがあるということが昔から分かっていまして、ガラス繊維にくっつくヨウ素の5倍ぐらいのヨウ素は実はそのフィルターを突き抜けてしまっていて、福島第一原子力発電所の事故の時に実はそれを私はやっていない、私が公表したデータの5倍ぐらいの汚染は空気中にあったと。事故直後の3月15日、東京でもヨウ素131とともにテルル132という聞き慣れない物質が大量に検出されました。テルル132の半減期は3日、ベータ線を出し、さらにガンマ線を出してヨウ素132に改変します。こうした放射性のヨウ素が体内に大量に取り込まれますと甲状腺がんの原因になると言われています。では人間が放射線を浴びると一体どうなるのでしょうか。
人間の細胞には傷ついた時に修復する機能があります。細胞内の酵素が働き、傷ついた部分を取り除き、遺伝情報を修復するのです。ところが修復に失敗すると、間違った遺伝情報が引き継がれ、がんに変化する引き金となってしまうのです。要素が取り込まれる経路は食べ物と呼吸の2つ。今回国は牛乳などに摂取制限をかけたことから、食べ物からの摂取は少なかったとみられます。震災後、北海道から福島へ何度も駆けつけた医師がいます。放射線治療が専門の西尾医師は、内部被曝の危険性を訴え続けています。で、僕ね、3万人ぐらい放射線かけたでしょ、はい、発がんになった人はね、8割は小宣言治療なんです。小宣言治療とは、がんに宣言を埋め込み、放射線でがんを殺す治療法。まさに内部被曝の原理です。内部被曝がすごくべったりくっついて、その筋膜にだけ当たるわけだから、だから影響が大きいんです。要素がガンマ線とともに出すベータ線は、体内では2ミリほどしか飛びません。狭い範囲を集中的に被曝させます。西尾医師は、内部被曝こそ放射線の影響の核心だと主張します。2011年原発爆発直後、マニュアルで定められた放射能の測定がきちんと行われませんでした。福島第一原子力発電所では、もちろん爆発をして、測定器が壊れてしまったり、停電して動かなかったり、周辺の、モニタリングポストもそうですし、ほとんどまともな測定ができないという、そういう状態がずっと続いていた。事故の経過でどれだけの放射性物質が放出されて、そして周辺の人々がどれだけの被曝をしているということがほとんどわからないという状態のまま動いていました。事故初動での放射能測定がきちんと行われなかったことが、その後の事態を複雑にしました。すべては推定によるしかなくなったのです。事故後、福島県では小児甲状腺がん多発の懸念を払拭するため、検診が実施されています。1巡目の先行検査と2巡目の本格検査を合わせると、これまでに甲状腺がんと確定した人が116人、疑いのあるものが50人となっています。この数字をめぐって、専門家の間では大きく意見が割れています。小児甲状腺がんの増加は果たして事故の影響なのか、専門家の意見は大きく分かれます。福島県の検討委員会は、がんにつきましては、考えられる見解を、このまま、継続する形に、この議論としては委員会としては存在ないというふうに対してしないといけない。一方、放射能が原因と主張する研究者も少なくありません。岡山大学の疫学の専門家津田教授、論文が発表されると海外でも大きな反響を呼びました。甲状腺がんというのは、ほとんど起こりませんので、放射線被曝のない状態では、子どもにおいては。そうしますと、甲状腺がん症例の分布自体が被曝線量を表しているというふうにも言えるわけですね。例えば今回の甲状腺がんなんて、20倍から50倍という数字を私は論文で、算出しておりますけれども、それ例えば50倍だったら1が50になるわけですから、例えば50人甲状腺がん患者が出たら49人は被曝による影響なんです。大部分が放射線による影響であるというふうに言っても間違いないわけですね。この論文には賛否両方の反響が寄せられ、疫学の国際学会が日本政府にさらなる調査を求める展開となっています。では、最新の遺伝子科学の技術を駆使して
甲状腺がん急増の原因を突き止めることができないのでしょうか。放射性物質を利用したアイソトープ医療のエキスパート、東京大学の児玉教授は、この二本差が切られてしまうという二本差切断というですね、これはかなり高い線量のがたくさんかかったら起こってきます、はい、だからチェルノブイリで二本差切断が多かったっていうことは、チェルノブイリの子供がすごくたくさん放射線を浴びてしまったと、はい、うん、それ福島の場合は最初からそこの時計よりも低い線量だからと言われてますから、うん、そうすると1塩基の変異の方が問題になる可能性が高いです、うん、ところがこの1塩基の変異っていうのは普通の細胞でも1回分裂するたびに1個起こってるようなもんですから、うん、何が放射線で起こって、うん、どれが放射線以外で起こってるかっていうことを言うのは非常に難しいと思います、うん、ですからここの検査をいくらやってもこれが放射線によるものかどうかという議論を今やることは非常に難しいというふうに思っています。さらに放射線の感受性の強い妊婦や胎児に対する考え方も割れています。小さな子供や乳児、胎児の細胞の中では遺伝子が分裂して再生しています。放射線を浴びて遺伝子に傷が入ると修復機能が働く前に細胞が再生し、遺伝情報の誤りが複製されやすいと言われています。放射線に対する子どもたちの感受性が高いのはこうした理由からです。一番感受性の高いのはもちろん小さい子どもだし分裂が盛んだから、それよりもっと感受性の高いのは胎児なんですよ、ね、もっと生まれた子どもよりもっと分裂盛んですから、それからもっと盛んなのは受精卵なんですよ、うん、だからそこに放射線がかかった時に影響出てきたら、受精卵の場合は結局流産につながるわけです。それから胎児で、まあ、一応子供になっている場合には胎児の場合は奇形が出てきたりと先天障害がの原因になるわけです。東大病院切手の放射線治療のスペシャリスト中川医師は、福島の妊婦さんに関してはどうでしょうか。全く問題ないんですよ。奇形児の発生が上がる、あるいはどれだけ被爆したら、まあ中絶を考えるかという数字は100ミリということになっています。これは国際的に、まあ、100ミリ以下であれば、妊娠の中絶を考慮する必要はないと言われていますね。そういった量ではありませんから全く問題ありません。昔はだいたい妊娠初期の方のレントゲンは基本的にタブーみたいな時代があったんですけど、今でもそうです。もしお嬢さんがこう例えば妊娠なされて検査でその X 線取るって言った時にはもう OK っていう感じですか。必要があれば、はい、必要があります。私長女がですね、生まれてすぐ肺炎を起こしましてね、やっぱりレントゲン取るって言った時にもうこれも仕方がない。ただ CT については、まあ、ちょっと待ってくれって主治医の先生に言ったことがあります。これは普通のレントゲンと CT ではもう全然被曝量が違うから。ところで降り注いだ膨大な量の放射能は周辺の生態系にも大きな影響を与えました。研究者たちは植物、昆虫、哺乳類から霊長類に至るまで放射線の影響を調べています。折れた羽、伸びきらなかった羽、潰れた目。原発事故後の5月、琉球大学の研究者たちが福島に入り腸を採集、そして繁殖させてみると、ここの目のところがね、こう陥没してる。その名はヤマトシジミ。福島から持ち帰った144匹の個体を正常なヤマトシジミと交配させ2358匹の幼虫が生まれました。放射線の専門の先生からですね、まあそんな影響は起こるはずはないだろうと、うん、まあ現在の常識から考えて、まあ線量的に低すぎるしそういうことは起こらないだろうというふうには言われて、うん、でも
実際にやってみるとこう思いのほか飼育実験であの幼虫が死んでいったりとかサナギが出てこないとか、まあ、そういうのが出てきまして、ちょっと最初はやはりあの急には信じられなかったっていうのが印象ですね。続いて沖縄のヤマトシジミの幼虫に福島の汚染した餌を食べさせたところ、死ぬものや携帯異常が多発、内部被曝の影響です。1個体あたり本当にあの数ベクレルで、うん、個体の異常が出てくると、ね、私は非常にあのショックだったんですけど、いやそれ私もショックで今でも本当かなってちょっと思うんですけど、まあ、グラフ的に見るとですね、うん、確かにあの相関係数もあるし、はい、まあ、あの統計的にも優位なんですけれども、うん、ただあの、まあ、統計的に優位だからいつも真実かっていうとそんなことはないので、うん、さらに携帯の異常と放射線の関係を調べるため、人工的にヤマトシジミの卵や幼虫に照射実験を行いました。その結果明らかに携帯異常が増えたのです。腸の場合やはり飛んでいかないと、うん、あの餌にもありつけませんし、あの交配もできない、次世代残せないということで、羽の異常はやはりすごく打撃は大きいと思うんですよね、うん、触覚の異常とかですね、うん、あと目の異常、そういうものはもう基本的に、まあ、すぐに死んでしまうような異常ではないかなと思いますね。やはりあの最初の時非常に大きな被曝が起こってしまったので、うん、まあ、あの爆発直後なんですけど、うん、はい、まあ、その影響で、まあ、遺伝子が傷ついてしまって、うん、まあ、それで、それがまあ蓄積していって数世代後にどん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 大きくなっていって、その世代の異常っていうのがまあ7割を超えるっていうのは、ね、私は非常にこれびっくりしたんですけど、それいや本当にびっくりしましたね。最初の実験でも7箇所やってますし、でどれも似たような傾向を示すわけで、うん、そうするとやっぱりこれは本当なのかなっていうふうに考えざるを得ないところですかね、うんうん、どれがどうだというのはすごく細かくはこの実験では言えないんですけども、おそらくあの原子力発電所から放出された物質が影響しているんだろうというふうには言えます、うん、福島で採取したアブラムシの一種ワタムシ、左が通常、右はお腹が2つに。ワタムシは2ミリほどの小さな虫です。研究しているのは北海道大学の秋元教授。2012年ですね、行った時にはまずあの全体として昆虫の数が少ないということと、うん、鳥もあんまり鳴いてないっていうことが印象的でした、うんうんうん、卵がですね、その、放射性物質の影響を受けて、いるというふうに考えています、うん、でそこから出てきた幼虫は、体の一部にコブ状の、ものができていたり、うんうん、あるいは、関節のところからあのもう一本の足が出来かけていたり、うん、でそういうふうなあの、余分の部分があの増えてしまっているような、うん、他では見られないような形態異常が2012年には見つかりました、うん、形態異常の原因は もちろんいろいろあるんです。あの例えば寄生虫が入り込むことによって、生じるとか、もういろんな原因が、あのそれからあの化学物質ですね、でそういうものが今いろいろ知られていますけれども、住民の方が避難されてますから農業が行われてなくて、いろいろな、まあ、農薬関係のですね、化学物質が全く使われてないところでこういう、携帯異常が見られたと。消去法でしかないんですけれども、放射性物質の影響は大きかったんじゃないかと判断しています。ワタムシの奇形は2012年をピークに減少し、現在は他の地域との差がなくなっています。来ています。帰還困難区域のモミの木に高い割合で変化が起きていました。それはモミの木のこの部分。非常に形態が変わっている頻度が高いなと。まあ、芽というかその、まあ、幹ですね。鉄板の上の方に直立して伸びている、まあ、幹の部分。途中からなくなっていると。大熊町 の、まあ、観察した中では最もあの原発に近い
場所になります。大体9割以上 の、 あの本数の、まあ、9割以上ですね。交換線量が高い地域で形態変化の発生頻度も高くなるという対応関係はありました。現地で実際放射線がどのくらい当たったかということ自体まだ十分に調べられていないので、まずそうした現地での状況を再現すると、それからその再現した条件を今度は実験室内で再現すると、そういうようなことを地道にですねやっていく必要があると考えています。ここでも初期の放出量が分からず研究の妨げとなっていました。実証実験を今進めていますが、放出データがないので被ばく量を推測するところから始めなければならないのです。すごい数だ。帰還困難区域に取り残された牛、汚染地域で生き続けた後殺処分となりました。これら牛の臓器や血液から放射線の影響を調査しているグループがいます。このエリアでは白い斑点の出た牛がかなりの頭数見られました。飼われている地域の空間線量が高いところだと血中セシウムレベルは非常に高い、値だったんですね。あの当時ですと牛自体がもう1万ベクレルという非常に高い汚染を受けている牛もゴロゴロしてましたので、チェルノブイリの時にツバメの白斑が問題になったということもあって牛に白斑が多発しているのがよく画像として流れ出ています。線量のうんと高いところでは発症が一頭もないんですね。3マイクロ4マイクロ程度のところの牛で多発していると、病理学的に突き詰めていくとメラニン色素がなくなっているというところまでは言ってるんですけども、なんでなくなったかということに関してはまだわからない。高等動物になればなるほど遺伝子の修復能力って高くなるんですね。ですからその被曝の影響で遺伝子が損傷されたとしても DNA が損傷されたとしてもそれは自分で修復してしまう。でそれが被曝の1年半後あたりからそういうものが出始めたというのはタイミングとしては早すぎるんですね。どう見ても早すぎる。でさらに線量が低いところで多発している、被曝の直接の影響ではないという診断を出している白斑ですけども、今までの学問レベルからすると現在程度の被曝量だと何も起こるはずがないというのが常識らしいんですけども、何も起きないとは言い切れないじゃないかなという雰囲気はなんとなく漂っている感じはします。人間と同じ霊長類猿、原発事故での猿への放射線影響調査は世界で初めてとなります。血液検査の結果にはチェルノブイリ原発事故後に人間の子供たちに見られた特徴がくっきりと現れていました。猿に対する世界初の放射線影響調査、対象にしたのは福島市周辺の群れです。チェルノブイリの時に、人間の子供に出た影響っていうのがやはり血球数が減少して、でそれが10年以上の時間をかけて回復してきていると、おそらくそういうことが、猿でも起こるんではないかということを考えまして、血液検査を実施しました。個体のセシウム蓄積レベルが高くなればなるほど白血球数が減少していくっていう、そういう関係が認められました。セシウムの蓄積濃度っていうのは、結局その直前に食べた餌の汚染レベルに関わりますので、被曝量を必ずしも表しているものではないんですよね。ですから因果関係は非常にむしろ出にくいのかなというふうには思っています。白血球数っていうのは
子どもの方が大人よりも、まあ、一般的には高い値を示すんですね。ところが今回 の福島の猿たちは子どもたちの方がむしろ大人よりも低くなっていて、まあ、とりわけ、まあ、2歳以下の本当にまだ母親と一緒にくっついているような子猿たちで大幅に下がっている。福島の猿と比較するために選んだのは放射能で汚染されていない青森県の猿。どのような違いが見つかったのでしょうか。青森の子猿の一番低い値と比べて福島の子猿たちは8割以上がその値よりも低いということで、まあ、相当な低下を示しているというふうに考えました。原発周辺の川に生息するヤマメにも血液に影響が。全体としてちょっとヘモグロビン量が少なくなっているんではないかと。検出されたセシウムの量が多いほどヘモグロビンの濃度が少し薄くなるという傾向ですね。もう少し貧血気味になるのかなという人間に例えればですね。ご覧いただいた通り、事故の前には見られなかった変化が生態系に現れています。では人間が放射線を浴びると一体どうなるのでしょうか。これは1999年に起きた JCO の臨海事故で大量の放射線を浴びて亡くなった方の右腕です。強烈な放射線がズタズタに遺伝子を切り裂き、体中の細胞が再生されることなく死んでいきました。福島第一原発事故では急性被爆は一人も出ませんでした。しかし問題となっているのは低線量の被爆です。福島第一原発で復旧作業に従事した作業員たち、被爆線量が100ミリシーベルト以下でも体の不調を訴える人が出ています。 A さんには忘れられない一日があったといいます。うん、ここ5年でかなりその悪くはなったですね、いろいろ形で、うん、一番悪くなったのはそうですね、腎臓、心臓、臓ってつくものに対しては全部効く、いろいろな数値がもう悪くなって、東電の方の社員が同じ作業場に結局仕事を来ましたね。その人が空間線量を結局水水面近くで空間線量あったら400ミリシーベルトあったと、それで全員退避っていう、もう最初から分かってるんですよ。もう3人同時に結局線量計がもう全部異常とか結局線量オーバーでなった場合、その時点でもうここがもう尋常じゃないっていう、それでも仕事を続けること自体が間違ってると思います。まあ10ミリシーベルトしか結局被爆してないんですけども、うん、作業は結局その意味ある結局被爆なのかね、うん、意味がない被爆で結局被爆したあんな怖い思いしてやったのか、その辺が結局正されなきゃおかしいんじゃないかなと、世間に結局公表した方がいいよと思って結局そういうような形にしました、うん、A さんと同じく裁判を起こした B さん。原発は震災のあった11年の7月から10月までまだ雪が立ってたね。ちょうど原発の仕事がもう終わっちゃって月日が経った時に、東電から健康診断受けてくださいということで、甲状腺と胃カメラと大腸検査と目の検査が見つかったのが胃がんと大腸がんということでよろしいですか。はい、
あと白内障と白内障もはい胃は食道の方に近いところにあったのですから、うん、全摘になっちゃったんですよね。あれだけ悲惨なところへ命がけで行ったのに、実際自分がこうなったらどこの行政も知らないみたいな、そんなこと言われたり、それ一番腹立ちますよね。 C さんの仕事は4号機近くでのクレーンの操縦。10月の20日に、はい、厚生省の方から、今回その労災の認定がされましたと。で、医療費とその休業保証金が出ますっていう話はその時しましたされましたね、はい。歩いても動悸がしたり、うん、で咳が出てもなんか痰が出ないと か、うん、だから今までに感じたことないような、うん、風邪の症状みたいな感じですね。検査したら急性骨髄性白血病中のその時に診断が出たんですよ。その時に言われたのが、骨髄、自分の骨髄の中の 70% 以上はもうがん細胞があふれている、5年生存率が3割しかないとか、うん、そういう風なのが載ってたんで、あ、自分はもう多分もうダメやろうねっていう、まあ死んでいくぐらいの気持ちはありましたね、はい。第一原発の復旧作業に当たった人で労災申請をした人はこれまで8人、認定されたのは C さんただ一人です。 ICRP は低線量でも発がんの敷地はないというモデルを採用しています。50ミリには50ミリの、10ミリには10ミリのリスクがあります。しかし日本ではこの点が極めて曖昧にされています。厚生労働省によると100ミリシーベルト未満の低線量による放射線の影響は科学的に確かめることができないほど小さなもの。文部科学省は放射線によるがんのリスクの上昇は確認されておらず、放射線医学総合研究所は明確なリスクの増加は観察されていないなどとしています。専門家の間でも意見が分かれています。低線量であっても、はい、それは累積モデル、要するに、どれだけ積算した放射線レベルで測るということですね。それからその線量レベルというのは、100ミリシーベルトどころか、おそらく今分かってる感じでは1ミリシーベルトごとぐらいまで分かってるわけですね。100ミリシーベルト以下はがんが出ない、あるいは出たとしても分からないという、こう日本の中でルーフっていうのは完全にこれ風説なんですね。根拠の基づかない。100ミリ以下で影響は観察されていませんという言い方ですよね。でそれがそういう先生方いっぱいいますよ。でそれが政治家なりお役人になると、それが100ミリ以下は影響ありませんって言って化けちゃうんですよね。影響が認め観察されていないということと影響がありませんというのはもう全然違う話です。分かんないんですけれども、うん、まあ、分かっていることはですね、はい、そんなに大きな影響ではないということですね。これは明らかですね。タバコとかお酒とかですね、ウイルス感染とか、はい、発がん要因でもまあ明らかにこうリスクを上げるというのもありますけども、はい、まあ、そういうものに比べて100ミリシーベルト以下の放射線というのは非常に小さな影響であると。これはですね、みんなが異論を唱えるわけではなくて、みんな共通にその認識あると思いますよ、専門家の間では。低線量っていうのは何かっていうと、まあ、よく100ミリシーベルトって言われてますけれども、その100ミリシーベルトまでは日本の原爆の被爆者の方の協力によってですね、もう世界でこれしかないような調査結果があると、まあ、そういう条件で言うと100ミリシーベルト以上は
明らかにがんが増えると。しかしそれ以下は他の生活環境の条件と、ま、紛れてしまうのでわからないと。確かに放射線というのはある量になってくるとがんを増やすんだけれども、100ミリ以下になると、まあ、がんを増やすかもしれませんが、しかし日常生活の中の、まあ、様々な生活習慣にかき消されて、まあ、増えたかどうかわからない。逆に言うと皆さんが心配されているほどには少なくとも、まあ、影響がはないということなんですね。実はもう本当に怖いからなるべく避難してましょうと。でそのことによって実は別なそのリスク、発がんリスクを結果的には背負い込むことになるんですね。日本は唯一の被爆国であるとよく言います。そのこともあってチェルノブイリの事故が起こった時に原発、世界の原発推進側は日本のその領域の科学者をですね、その被害の過小評価の方向の科学的情報の発信の方に、まあ、組み入れるというか、こういう大きな動きがあったというふうに見えてくる、きたわけですね。低線量長期被爆について専門家の意見が割れていることで、福島だけでなく日本の社会に大きな混乱が生じています。放射線の過小評価は第二の安全神話につながりかねません。こうした中、政府は居住制限区域などへの帰還を進める閣議決定を行いました。本当に被災者のためになってんのか、そういう考え方をもう5年目ですから積極的に持ってこなければいけない。被災者全体として被害を少なくするという感覚ですね。放射線の被害をではなくて、放射線も含めた全体の被害を少なくするような対策を考えるべきだと。子供が怖いからなんとなく避難させる、あるいは市の検査をするということが本当に子どものためになっているのか、病気の起こる可能性とそれからそれだけ検査を続けるということの精神的な被害比較した場合にね、というそういうそれこそ社会学的な心理学的な分も含めて被災者のための被害を最小にする対策は何だろうという視線からの議論がやっぱりもっと必要な感じがいたします。心配することが良くない、不安を持つことが良くない、その影響の方が低線量被曝の影響そのものよりもむしろ懸念すべきことなんだという、こういう考え方がある、うん、低線量では大した健康影響はないという、まあ、そちらのニュアンスで科学情報を広めることに相当のエネルギーを注いできたと。福島第一原発事故から5年、私たちは放出された放射能から逃れることはできません。もう事故前に戻ることはできないのです。大地を汚染したセシウム137の半減期は30年、除染の効果は限られており10分の1に減るまで100年を要します。放射能の影響を最小限にとどめながらどのように復興していくのか、私たちは重い課題を今も突きつけられています。低線量でも労災と認められた人がいました。原発作業員には被爆の記録が残っています。一方、事故直後の放射能測定は十分に行われませんでした。私たちは誰一人自分の被爆線量を知りません。将来もしがんになる人が増えても、あの時の放射能が原因だと証明することはできないのです。ただの
一人も。日本はあまりにも見識がなさすぎる、ひどすぎる。これは、これは静かなる殺人ですよ。